どうもどうも、こじまちです。今日は一緒に動画撮ってくれる人呼びました。さあ来てください、ゲストさん。おいでー。あ、はい、来た。というわけで、はいはい、自己紹介お願いします。マーチーゲーミングというチャンネルをやっているマーチーと申します。よろしくお願いします。はい、わーい、よろしく。先ほどですね、マチコッチのチャンネルで動画を撮りましたので、あ、落ちますね。ここまで超えたことない。勝負だ。はっ、あー、やばい、残り1分しかない。ぜひ皆さん見に行ってください。でね、一緒にイライラしましたね。はい、すっごくイライラしましたので、そのイライラを解消しようと思います。イエーイ。じゃあ早速移動しましょう。はい、ゴーゴー。待ち越し前の動画。それではこちらにやってきました。こちらボクシングステージになります。先ほどはとてもイライラするマップでしたね、マチコさんですね。切れてイライラしたと思うので、殴り合って解消していこうと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ぶっ倒していきましょう。ぶっ倒していく。はい、了解です。罰ゲームは罰ゲームは、まあ恥ずかしい、はい、はい、まあポエムを言ってもらいます。ポエムはあの後で AI に作ってもらいます。わかりました、はい、では行きましょう。はい、決戦の場へ。決戦の場へ。ルールは簡単。上の体力バーをゼロにすれば相手立つことができるよ。避けるやガードもできるけど、スタミナを使ったりするから注意、スタミナ切れになると動けなくなるよ。それではバトルスタート。よっしゃい。さあ、小島選手やってきました。青コーナー、マチコッチ。さあ、勝負の開始です。ラウンド1スタート。スタート。よよよ、いいパンチ、いいパンチ。ほら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 、よし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 、スタミナなんて知らねえよ。おら、やべえ、減ってきた。避けて避けて。おらー、隙あり。うっしょうっしょうっしょ、ちょ、危ない危ない危ない。避けることもできるし、ガードして、ガードすることもできる。ただ、あ、相手のスタミナが少ない。チャンス。やばいやばいやばい。よしよしよし、いけ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 。もう殴り合い。あ、やばい、相手のスタミナ回復してる。痛い痛い痛い。あ、ちょガード、やばいやばい。うん、相手の HP あとちょっとなんだけどな。やばいやばい、いけ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 。あ、やばい、残り、やばいやばい、逃げろ逃げろ。体力ある限り、よっしゃー、ノックアウト。ノックアウトされた。まずは1セット目取りました、小島選手。すごい強いですね、小島さん。イエーイ。やばいやばいやばい、スキャッとりあえず連打だったら小島ち勝てますからね。連打、あ、なるほど、連打もいいのか。連打でやってもいいし、はいはいはい、まあ、隙をついて、はい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 、やばいやばいやばい、ガードしすぎるとガードも壊されちゃうので気をつけましょう。なるほどなるほど。よし、壊していこう。おりゃ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 。ちょっと待って、 HP なんですこんなないの。やばいやばい、死ぬ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 。ガード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 、あ、ガード潰されてる、やばい。あー、よし、負けちまった。よし、取り返した。うわ、あとちょっとだったのに。ラウンド3、もうなんかやった。必殺パンチやった。今必殺技みたいな強パンチを出しました。あ、こじまちも使える。くらえ。あ、あれ、避けられた。あ、おお、かわいい。外した。嘘、ちょっと待って、やばいやばい、死ぬ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 、やばい、恥ずかしいポイムになる。やばい、死ぬ。どうなったんでしょうか、これは。あ、よかった、もう合わせた。3先だ、3先。次取られた、負ける。もうやるしかない、やるしかない。殴り合いをせえ。怖い、避けることを。ちょっと待って、ちょっと待って、連打負けてる、連打負ける。あ、やばい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 、ちょ、これさ、ちょ、負けた。負けちまった。やったー。
勝者のまちこさん、今の感想をどうぞ。すげえスカッとしました。あー、それは良かったですね。対戦相手の小島選手について何か一言。いつもと更新が違ってて気になりすぎましたということでした。はい、あー負けちまったぜ。やった、イエーイ。あのポエム制作中ですか。あ、そうです、そうです。今生成しております。これ読むよ。いやー、すごそう。あ、ちょっと長いな。ちょっと短めにしてもらう。くそ長っ。耐えてれば、耐えながら聞きますね。では、負けた小島地選手には今から恥ずかしいポエムを読んでもらいます。では、まちこっち笑わずに聞いてください。はい、お口チャックで。あ、そうじゃ。かわいい声、イケボ、デスボ、裏声、どれがいい？イケボ。イケボ。はい。では行きます。闇に行き、光を拒む俺、運命の鎖は断ち切れない。選ばれし者の声が響く。だがこの世界はまだ俺を知らないというポエムでした。お疲れ様でした。あ、これ後で送っときましょうか。あ、ぜひぜひ。はい、はい、ああ、あっち、あっち。では、今回ここまでになります。はい。どうでしたでしょうか。いやー、楽しかったです。よかった、よかった。またやりましょう。はい、はい、また次は小島家勝ちますので。またよかったら、誘ってくださいまし。はい、ぜひぜひ。はい。では、今回ここまで見てくれてありがとう。今日コラボしたまちこっちのチャンネル概要欄に貼っておきます。動画も一緒のコラボした動画ありますので、ぜひ見に行ってください。それではまた次回動画でお会いしましょう。なーやにー。うーし。ありがとうございました。ありがとうございました。光やかがむ姉、運命の鎖は断ち切れない。選ばれし者の声が響く。だがこの世界はまだ姉は知らない。やぶしぶき、光を拒む俺、運命の鎖は断ち切れない。選ばれし者の声が響く。だがこの世界はまだ俺は知らない。闇に行き、光を拒む俺、運命の鎖は断ち切れない。選ばれし者の声が響く。だが、この世界はまだ、あれは知らない。